い、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、はい、ニューヨークで楽しむ B 級グルメ、こちらにねついてね、ちょっとねお話ししていきたいなというふうに思います。まあ私がね、勧める B 級グルメでございますんで、まあそんな高いものではございません。でもね、安くてまあそこそこ美味しいね、B 級グルメはね、ぜひねご紹介していきたいなというふうに思います。まあね、いくつかあるんですよ。そう、だいたいね5、6個ぐらいあるかなっていう感じなんですけれども、まあレストランとファーストフード、まあこのね2つにねちょっとね焦点を絞ってね、ぜひねご紹介していきたいなというふうに思います。はい、それではね、早速ねどういうふうに紹介していくかなんですけれども、はい、Google マップを使ってね、皆さんにねちょっとねお話ししていきたいなというふうに思います。それではね早速ね、画面を切り替えていきましょう。ドーン。はい、それではね、早速ね、ご紹介していきましょうかね。はい、こうやってね今ねマンハッタンがねこうやって映ってるわけでございます。はい、ねこうやって見るとね、まあ広いマンハッタンなんですけれども、まあいろいろとね、B 級グルメがあるわけでございます。でね、まず最初にはファーストフード、これについてねちょっとねお話をしていきたいなというふうに思います。でね、はい、これねまずね最初のねファーストフードなんですけども、はい、どこに行くかというと、はい、ここタイムズスクエアでございますね。はい、見えてきました、見えてきました。タイムズスクエアですね。はい。でね、今ね、ちょうどね、ここが45丁目なんですよ。ほら、45って出てるでしょ。で、このね、45丁目をもう少しね、南に行きます。はい。そうするとさ、ほら、ファーストフードって言ってさ、マクドナルドとかもあるでしょ。でもね、これを通り過ぎます。はい。一体どこ行くんだって話なんですけど、はい。行くところはですね、ここです。はい、ウエスト40丁目。ちょっとねここね見に行ってみましょうかね。はい、これねなかなか便利だよね、本当にね。はい、そうするとね、ウエスト40丁目、7番街と8番街の間っていうのは、まあ、こういう風になってるんですよ。はい、でねこっちが南側かな、はいですね。はい、でねこのね40丁目をねこれねずっとねこうやって来ると、はい、これねこれ7番街かな、うん、ちょうどねこういうね風景があるところ、はい、これをね右に曲がります。要するに7番街と8番街の間ですね。はい、そうするとね何が見えてくるかっていうと、はい、ダンキンドーナツが見えてきましたね。はい、でこのダンキンドーナツじゃなくって、この右隣のですね、ポパイズ、このポパイズのフライドチキン、はい、以前ねあの動画でね、ケンタッキー VS ポパイズのフライドチキンっていうね、頂上決戦みたいなやつをねやったんですけども、はい、このね上のカードかね下の概要欄からね動画をご覧いただければと思います。はい、まず最初のファーストフードおすすめ、はい、このポパイズのフライドチキン、これをねぜひね食べていただきたいなというふうに思いますね。あのねフライドチキンっていうと、あのね最初にね一回火を通してから油で揚げるんですけども、このポパイズのフライドチキンは、あ、でも前も動画で喋ったんですけど、もうねスープで煮込んだチキンをねこうフライドチキンにするので、もうすっごいねお肉に、ね、味がついててうまいんですよ。そうなので、これはねぜひね皆さんに食べていただきたいなっていうふうに思います。はい、場所は40丁目の7番街と8番街の間、はい、南側ね、はい、このダンキンドーナツの横にこのオレンジ色のねこの P のマーク、はい、これがね目印でございます。はい、それではね続いてね、次の、ファーストフード行ってみたいと思います。はい、でね次のファーストフードなんですけども、まあ、ニューヨークといえばねロブスターです。はい、でねこのねロブスターなんですけれども、まあねチェルシーマーケットの中のロブスターを食べてもいいんですが、ロブスターサンドイッチ、これをね食べられるお店があるんですよ。はい、でね続いてねそこにね、ちょっと行ってみましょうかね。はい、でね行く場所なんですけれども、はい、ここねずっとね40丁目の8番街まで、42丁目の8番街か、そうこの辺まで行きます。あった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 、ほらここにねシティキッチンってあるでしょ、ね、でねこのねシティキッチンのここをねちょっと、ね、見てみると、どういった外観かっていうとね、こういうね風になってます。すっごい分かりづらいんですよ、すっごい分かりづらいんですけど、ほらここにねキッチンってあるでしょ。でねここほら見えます、これ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 、ロブスターロールって書かれてるでしょ。これがねルークスのロブスターロール、あのルークスのロブスターロールっていうとニューヨークでも非常にね有名なねロブスターロールのお店なんですけども、それがねこのマンハッタンでね食べられるっていうね、しかもねタイムズスクエアのすぐそばです。はい、なので、ね、これかなりおすすめですんで、ちょっと行ってみていただきたいなというふうに思いますね。でねこれね多分中入れると思うんですよ、 Google マップで。
でね、これね、1階にね、入り口があって、それで階段を上がって、ね、2階に上がっていくんですけれども、はい、ここね、かなりいいよ、マジで。はい、うおー、なんかすごいいっぱい写真あるね。あ、そうそうそう、中ね、こんな感じなんですよ。そう、でね、これね、中を歩くとラーメン屋さんとかあったりだとか、もうね、ほんとね、ファーストフードのメッカですよ、ここ。すごいんだから、ここ、マジで。そう、でね、まあ、いろいろね、料理があるんですけど、まあ、ラーメンはね、私食べたことないです、ここで。あ、あれ、ちょっと待って、待って、待って。あ、ほら、ここ、ここ、ここ、ルークスってあるでしょ。で、このルークスでね、このロブスターサンドイッチ、まあ、写真のようなね、こんなものを食べられますので、ぜひね、ここね、ファーストフードの2点目としてね、行っていただければと思います。はい、で、続いて、ファーストフード3つ目でございますね。まあね、あのね、ニューヨークといえばピザ、もうね、これがね、コンビニの数並みに多い。 ちなみにね、あのマクドナルドのね、数よりも多いですよ、もう本当に。で、そのね、もうピザのメッカのニューヨークでね、一番ね、食べてほしいピザがこのね、ミッドタウンの南、はい、ビレッジにあります。それではね、早速ね、そこにね、ちょっと行ってみましょうかね。はい、もうね、シティキッチンはね、もう一緒。はい、これね、みんな行ってね、ルークスのロブスターロールね、これ超うまいから。うん、でね、ピザですよ、ピザ。はい、で、ピザなんですけど、これね、ずーっと南に行きます。はい、でね、そうするとね、グリーニッチビレッジってあるでしょ。そうするとこれね、だんだんこうやって見えてくるのが、はい、この地下鉄の駅、はい、ここウエストフォース、ウエストフォースの駅があるでしょ。で、ここのね、ACEBDFM、このね、地下鉄が使えます。これのウエストフォースで降りて、はい、出てくる場所、はい、まずね、ちょっとね、ご覧いただきましょうかね、ここのね、交差点をね。はい、ちょうどね、こんなね、ところに出てくるんですよ。で、ここには何があるかっていうと、はい、ビレッジで紹介したね、はい、ブルーノート。はい、あ、トラック邪魔してる、超うざい。あったあったあった、はい、ブルーノートがね、あるところでございますね。はい、ウエストフォースの駅で、ね、これをね、あ、ちなみにね、このね、ラーメン屋さんってね、ラーメン屋って名前のラーメン屋さんなんですけど、私ね、よく行きますよ、ここ。はい。ここのね、油そばとかがね、超うまいの、これ、ちなみに。うん、まあ、それはね、置いといて、ファーストフードですよ、ファーストフード。そう。でね、ファーストフードなんですけど、このウエストフォース、駅を降りて、こっちの南側に行きます。はい。南側にね、こうやってね、ずーっとね、行くと、何があるかっていうと、これがあるんですよ。ちょっと待って、見えるかな？あ、ここ、ここ、ここ。はい。ここにね、ピザ屋さんがあるんですよ。ほら、これね、ジョーズピッツァっていう名前のピザ屋さんなんですけれども、ちなみにね、このね、ジョーズピッツァ、あのね、映画のスパイダーマン。それでもね、紹介されたお店になります。あ、紹介じゃないね、映画で出てきたね、お店になります。でね、ここのね、ピザがね、これ多分ニューヨークで一番うまいですね。でね、あのね、ニューヨークでね、こうニューヨーカーにね、やっぱ美味しいピザ屋さんってどこかなってね、聞いてみたらね、いや、もうそれはね、もうみんな口揃えてね、いや、それはね、ジョーズピッツァでしょって言ってね、言うぐらいうまいんですよ。はい。でね、このね、ジョーズピッツァね、写真あるかな？あ、出てきましたね。あれ、内装こんな綺麗じゃないぞ。そう、でもね、ピザこんな感じ。あ、そう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 。あ、これ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 。はい。これがね、ジョーズピッツァでございます。はい。でね、ここのね、ピザ屋さんなんですけども、そのピザのね、ピザソース、トマトソースがめちゃくちゃうまい。そう。でね、もうトマトの味がものすごいするね。うわ、これ、普通にね、もうトマト食べてるみたいな、そんなね、感じのするね、ピザを出すお店でございます。ちなみに、私のおすすめは、プレーンのチーズピザです。もうトッピングが何も乗ってないやつ。もう、純粋にね、トマトソースと、チーズだけなんですけど、これがね、3ドルです。超うまいんだから、これ。うん。でね、これね、スナック感覚でね、食べられるので、まあ、ちょっと立ち寄った時にね、ぜひね、食べてみていただければと思います。はい、ではね、続いてね、行きましょうかね。はい、でね、まずね、ファーストフードで3つご紹介しました。はい、1つはポパイズ。で、続いて、シティキッチンの中に入ってるルークスっていうロブスターサンドイッチ。そして3つ目、ピザ。このジョーズピッツァでございますね。はい、でね、もう次はね、アメリカンフードのね、レストラン。まあ、こちらにね、ちょっとね、行きたいなっていうふうに思います。で、まずね、タイムズスクエアの周辺から、ちょっと行きたいと思うんですけども、これね、すごいよ。もう本当にね、アメリカンフード。マジで。うん。でね、これね、
どこにあるかっていうと、はい、実はタイムズスクエアにあります。はい、しかも42丁目です。はい、ここにね、見えてきました。はい、ダラスバーベキューというね、お店があるんですよ。はい、ちょっとね、場所なんですけれども、もうタイムズスクエアから歩いて5分ですよ。はい、42丁目、これ42丁目なんですけど、それのね、7番街と8番街の間にあります。はい、でね、ちょっとね、ストリートビューで見てみましょうか。はい、これね、ダラスバーベキューですよ。あー、ちょっとね、見えないんですけど、バスで。ここ、ほら、ダラス BBQ っていう風に、ね、なってるんですよ。はい、これがね、めっちゃうまい。まあ、めっちゃうまくもないんですけど、B 級グルメですね。はい、このね、炎のね、マークがね、目印なんですけれども、はい、このね、ダラスバーベキューのセット、これがね、かなりおすすめです。で、アメリカンフードなんですけれども、まあ、ステーキだとか、あとはね、あのスペアリブ、もうバーベキューソースがたっぷり塗られたスペアリブとかね、それがね、美味しいお店です。でね、ちょっとね、実際ね、店内中入れるか、ちょっと見てみましょうか、これ。うん、ああ、そう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 、こんな感じ、こんな感じ。はい、写真がね、山のように出てくる、もうね、Google 超便利、本当に。ああ、来ましたね、いろいろ写真出てるんですけど、はい、こういうね、すごいね、サンドイッチとね、フライドポテトの山が食べられるわけでございますよ。おあ、これね、これステーキのセットですね。はい。ほら、いろいろあるでしょ、これうまそうでしょ。もうね、完全にね、アメリカンフードをね、楽しめるお店なんで、ここはね、かなりおすすめです。はい。でね、あ、見て、これね、でっかいジュース。はい。あのね、ジュースの、例えばソーダとかでもそうなんですけど、ラージサイズを頼むと、こういったね、でっかいコップに入ってきます。もうね、すごいでかい。これぐらい。これぐらいある。これぐらい。すごいね、大きいね、コップに入ったものが出てきます。はい。これね、もうね、レストランの中でね、B 級グルメといえば、もうダラスバーベキュー。これ超おすすめです。はい。なのでね、ぜひね、皆さんね、行ってみていただければと思います。はい。ではね、続いてね、もうダラスバーベキュー終わり。はい。次はね、やっぱりね、アメリカンフードといえばね、黒人のソウルフードでございます。はい。でね、まあ、ソウルフードなんですけども、以前ね、動画でも紹介した、エイミー・ルースズ。こちらをね、もう一度ね、ご紹介していきたいと思います。はい。でね、これね、以前ね、動画でね、チキン&ワッフル、はい、をね、紹介してるんですけども、はい、まだね、ご覧になられてない方は、この上のね、カードが下の概要欄からね、ご覧いただければと思います。で、行き方なんですけれども、ハーレムと言っても、116丁目にあります。はい。なのでね、これね、ずっとね、116丁目をね、行きます。はい。そうするとね、見えてきました。はい。地下鉄で言うと、はい、この赤のライン、2番、3番。の116丁目の駅、そこからね、もう歩いて30秒ですよ、本当に。はい、それではね、ストリートビューでちょっと見てみましょうかね。ドーン。はい、こんな感じです。はい、あ、これね、今ちょっと閉まってるように見えるんですけど、一時期あのね、改装してたんですよ。なので閉まってたんですけど、今はもう開いてます。はい、このエイミー・ルースズのね、ほらほらほらこれさ、出てるでしょ、ほら、チキン&ワッフルの写真。そう、ここではね、もうね、ハーレムの中ではね、結構おすすめのね、ソウルフードのお店でございます。はい、もうね、ぜひね、皆さんにはね、チキン&ワッフル、これをね、味わっていただきたいなというふうに思います。ちょっとさ、なんか写真あるかどうか見てみましょうかね、これね。もうマジ Google 便利。はい。お、1709枚。すごい写真の量だね。はい、こんな感じですね。はい、もうね、結構みんなね、チキン&ワッフル食べてますね。あ、これフライドチキンだけだ。これ邪道、ダメ。ダメってことないんですけど。はい、このね、エイミールースですね。でね、必ずね、こうやってね、コーンブレッド、これがね、ついてくるので、まあ、かなりね、おすすめですね。で、かなりボリュームもあるんで、うん、いいと思いますよ。はい、というわけでね、レストラン2つ目は、はい、エイミールースのチキン&ワッフル。こちらをですね、ご紹介させていただきました。はい。で、続いてレストラン3つ目。はい、まあね、先ほどもね、ファーストフードではピザ、こちらをね、ご紹介したんですけれども、次にね、ご紹介するのはですね、ニューヨーク初のピザレストランでございます。おー、来たね、ニューヨーク初ですよ。はい、というわけでね、早速ね、ちょっと行ってみたいと思います。はい、でね、それはね、ダウンタウンにあるんですよね。そう、あのね、ロンバルディーズピッツァっていうですね、ピザ屋さんなんですけども、ニューヨークで初めてできたピザ屋さんというふうに言われております。はい、これね、だんだん見えてきましたね。
はい、でね、このね、場所なんですけれども、はい、ここ、見てください。6番線のスプリングストリートステーションというね、駅があります。で、ここからですね、歩いて5分しないです。はい、2、3分の距離ですね。はい、それではね、ちょっと このね、地図をね、見ながら行ってみましょうかね。はい、あね、本当はね、こう、実際にね、外ロケでやりたいんだけど、今ね、寒いでしょ。でもね、ほら、卒業旅行のシーズンでさ、みんなさ、来るじゃない。だからね、もう家の中でね、ストリートビューでね、紹介してしまおうというね、そういった魂胆でございました。はい、で、はい、まずね、ここを降りるとスプリングストリートの駅ですね。はい、ここね、これ出口がこの辺あるんですよ。そう、で、このスプリングストリートの駅をこの左の方左の方というか、東の方に向かいます。はい、ここにね、デュアンリードがあるんで、そこのね、この間の道をね、ずっと行きます。はい、なんかずれた？ずれてないよね。はい、あれ？ずれた？ちょっと待って、行き過ぎたかな。ちょっと待って、ここでしょ、こうずっと来るでしょ。あ、違う、うん、スプリングストリートを行かないといけないんですよ。よ、ちょっと待って、こっちだね。そう、スプリングストリートをずっと東の方に向かいます。春のスプリング、はい。で、行き過ぎた？あ、違う、あった。はい、ここですね。はい、このスプリングストリートとこのモッドストリート、このモッドストリートね、はい、ここの角にあるのが、これがそのロンバルディーズピッツァっていうね、ピザ屋さんでございます。はい、見てください、コールオーブン1905年。はい、今からね、100年以上前にできたね、ピザ屋さんでございますね。それでね、ちょっと早速ね、こう中行ってみましょうかね。はい、このロンバルディーズピッツァ、はい、すっごいよ、ほら、3685枚の写真が載ってるってね。はい、ここね、釜焼きのね、すごく美味しいね、あのピザ屋さんでございます。はい、でね、中はね、こんな感じのね、ちょっとしたね、あの古いね、感じのね、アメリカンレストランみたいなね、内装になってるんですけども、はい、ピザはね、こんな感じなんですよ。すっごいね、パリパリのね、美味しいピザですよ、ここ。はい、でピザの種類もすごく豊富ですし、すごく安いんでおすすめですね。はい、ほら、こんな感じでね、大きさなんですけど、そんなに大きくないです。多分ね、直径が、違う、半径がね、半径20センチぐらいのね、大きさなんですけど、一切れが。そう。でね、これがね、大体ね、8切れ、入ってきます。はい。なので、男性の人だったら、2人で行ってちょうどいい感じ。で、女性だったら3人で行くとね、まあ、ちょうどいい感じでね、お腹いっぱい食べられるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。というわけでね、ピザ屋さん、ご紹介させていただきました。はい、3つ目、ロンバルディピッツァのピザでございましたね。はい、ではね、最後の4つ目、こちらにね、行きたいと思います。まあね、ニューヨークといえばね、やっぱりね、中華街ですよ。はい、あのね、中華街怖いなっていう風に思う方も多いと思います。はい、ただね、すごくね、観光地化されているので、まあ、ぜひね、あの楽しみに見に行ってもらえればと思います。で、私の動画でもね、一度ね、異文化潜入ということでね、チャイナタウンを紹介した動画がありますので、まあ、ぜひね、そちらもご覧いただければと思います。で、まあ、チャイナタウンでね、ご紹介するレストラン、もうこちらしかございません。はい、ジョーズ上海の小籠包、こちらをですね、ぜひね、皆さんにお楽しみいただきたいなというふうに思います。はい。でね、ではね、早速ね、場所を移動しましょうかね。はい。で、あのね、このモッドストリート、ここをね、ずーっとね、南に行くと、ちょうどね、あの、チャイナタウンに出てきます。はい。キャナルストリートですね。はい。で、モッドストリートずーっと南に来て、で、あのね、多分動画見てもらった方が早いのかな。そう、ね、どこだっけ？あ、あった、ここ。はい、モッドストリートのここのとこね。ちょっとね、これはね、実際にね、ストリートビューで見てもらった方がいいですね。はい。ほーら。もう全然違う感じ。はい。で、このね、U の良品がね、これが目印です。はい。これを左に向かいます。はい。ここねー。これね、あの、ぜひね、動画でも紹介してるんで、皆さんね、見ていただきたいですね。はい。ここ。はい、ここのね、ジョーズ上海の小籠包、これをですね、ぜひ皆さんに食べていただきたいなというふうに思います。で、一応ね、豚とカニのね、2つがあるんですけど、あのね、ここのね、店員さんなんですが、はい、実はね、あの、ちょっとだけ日本語喋ります。
はい、っていうのもね、みんなね、観光地でね、こう日本人が来るともう小籠包しか食べないんで、あの豚カニってね、どっちってね、もうそれを聞かれるんで、カニとかね、豚とかって言うとね、あの結構ね、あの通じます、それで。だから英語はほとんど必要ない、はい。そんな感じでございますね。はい、でね、写真見てみましょうかね。はい、なんかこんな感じです。はい、でね、すごく混んでるんで、相席になることが非常に多いです。はい、なので、まあ、相席になってもね、まあ、気にせず、まあ、食べていただければと思います。で、ここはね、小籠包がすごく美味しいんですけれども、もう一つだけね、おすすめがあります。はい、あのね、これ写真出てるかな、エビチリ、ここのエビチリが超うまいんですよ。そう、あのね、載ってるかな、あー待って、これ小籠包出てんね、エビチリないね。ここね、エビチリがね、結構値段高いんですけど、超うまいんですよ。カリッカリなの、マジで。そうだからね、ここでね、行ったらね、エビチリはね、食べてほしいですね。だからエビチリと小籠包と、あとね、何、チャーハン、あのね、ヤンシャオ、うん、ヤンシャオフライドライスっていうね、あのチャーハンがあるんですよ。ヤンシャオっていうのはね、あの、なんていうの、陽っていう字に太陽のように、違う、あれ、待ってどうやって書いたっけ。そう、チャーハン、ちょっとさ、 Google で調べてみようか。あれ、ヤンシャオじゃ、なんかね、違うな、ちょっと待ってこれさ、あれで見てみようか、多分メニュー出てると思うんですよね。そうでね、上手上海は56丁目にもあるんですけど、56丁目はおすすめしません。はい、なので必ずね、このね、チャイナタウンに行っていただいた方がいいですね。はい、でね、これね、上手上海見るでしょ、チャイナタウンがいいですよ。うん、でね、メニューあるかな、あ、メニューありそう。うん、これね、フライドライス、これね、あのね、事前にね、やっぱね、皆さんウェブで見ていただければと思います。はい、でね、ヌードル、ベジタブル、スープってあるでしょ、あ、これかな、違うな、あ、フライドライスあった、これヤンチャオフライドライスですね。はい、これがね、すごく美味しいです。っていうのもね、あのエビだとか、あとね、いろんなね、素材が入ってるんですけども、エビと、あとね、豚肉と、あとね、なんかグリーンピースだとか、いろんなお野菜が入ってる、あのね、チャーハンなんですけど、これがね、一番うまい。うん、だからね、これとエビチリと、あとはね、小籠包、これだけあればね、もう完璧。うん、なんでぜひですね、皆さん食べてみていただければと思います。あ、多分ね、写真があるんで、うん、あのね、こういうね、ちょっと写真をね、まあ画面で見ていただきながらですね、楽しんでいただければと思います。はい、というわけでね、まあ今回のね、動画なんですけれども、ニューヨークで楽しむ B 級グルメということで、まあファーストフードと、あとレストラン、こちらをですね、ご紹介させていただきました。まあね、もうね、私ニューヨークに住んで10年になるんですけど、その中でもまあゴリ押しじゃないですか、一押し、もうね、一押しどころじゃなくてね、ゴリ押ししてもいいぐらいね、いいレストランなんで、ぜひですね、行ってみていただければと思います。はい、というわけでね、今回の動画役に立ったと思ったら、ぜひ高評価、またチャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。